キンプリヘイヤ仕様のみならず、嵐松本潤も新たな恋愛疑惑に、芸能界の交際噂にファンがざわめく。日本の芸能界は常に注目を集め、アーティストや俳優たちの私生活に対するファンの興味も尽きることがありません。最新のインスタグラム投稿から、キング、リンチェのヘイヤ耀仕様と女優タイラユナの交際疑惑が風情しています、います。 さらに、嵐のメンバーである松本淳も、通夜系女優葵司との新たな関係が噂されており、ファンたちは興奮と疑念の入り混じった状態になっています。本校では、これらの疑惑に迫り、ファンたちが関心を寄せる芸能界の最新の恋愛事情について詳しく探ってみましょう。キンプリヘイヤ仕様とタイラユナの疑惑。 平イラユーナのインスタグラムにアップされた、キングプロテアの写真が、ジャニーズファンの間で大きな騒動を巻き起こしています。彼女は映画、ハニーで共演したキング、リンチェの平野仕様との交際疑惑が囁かれています。10月3日にアップされた花の写真が、同じ時期に雑誌の撮影で平野が持っていた花と一致しているとの指摘があり、 これにより交際の噂が広がりました。彼女はこれまでにも平野と同じスマホケースやブランケットを使用するなど何度も匂わせ行為をしており、ファンたちからは様々なコメントが殺到しています。一部のコメントでは匂わせですね。平野と似合わないから今すぐ別れて。あなたのせいでみんな不幸になる。何でいつも地味な匂わせばかりの写真ばっかあげるんですか。 こんなにみんなに言われてもなんでやめないんですかといった怒りの声が上がっており、彼らの関係に対するファンの期待と不安が入り混じっています。嵐松本潤の新たな関係疑惑。一方で、嵐のメンバーで俳優としても知られる松本潤も新たな恋愛疑惑に巻き込まれています。 かつて嵐のメンバーである相葉雅紀が結婚を発表したことで、松本の私生活に対する注目が一層高まっている中、艶系女優葵司が彼のことを匂わせる投稿を行いました。葵は10月17日、愛しさしかないというハッシュタグとともに、赤いダリアを花瓶に刺した写真をインスタグラムに投稿しました。 この投稿が松本を匂わせている可能性が浮上しています。なぜなら松本の代表作であるテレビドラマ99.9刑事専門弁護士のプロデューサーが過去公式ツイッターにて松本をダリアに例えたことがあり以来彼の誕生日にはダリアの花でお祝いするファンが増えるなど松本イコールダリアというイメージが広まっています。 このような背景から、青いの花の写真が、今でも松本との関係が続いているのではないかという疑念を呼び起こしています。特に、松本は井上真央との結婚が噂されており、どちらの女性を選ぶのかについては、ファンたちの興味の敵となっています。芸能ジャーナリストの見解。 芸能ジャーナリストによれば、平野志耀と平優奈の関係については、インスタグラム上での匂わせ行為が多いことから、ファンたちの疑惑が拡大しているとのことです。一方で、松本潤と青いについては、花の写真を通じて、つながりを匂わせている可能性があると指摘されています。芸能界ではアーティストや俳優たちのプライベートな交際が常に注目を浴びています。 しかし、その中でも特にジャニーズメンバーの交際は繊細な問題となりやすい。ファンたちは彼らの幸せを願いつつも、時折疑念の目を向けることもある。平野耀と平優奈、松本潤と葵いさの関係については、これからの展開が注目されるでしょう。と、芸能ジャーナリストは語っています。日本の芸能界において、キング。 リンチェの平野耀と女優タイラユナそして嵐の松本淳とツヤ系女優葵つかさの恋愛疑惑が風情していますいます。これらの関係は彼らのインスタグラム上での投稿やファンとのやり取りから生まれたものであり、ファンたちの関心を一心に集めています。一方で芸能ジャーナリストたちはこれらの疑惑について客観的な視点から分析し、 今後の展開に注目が集まることを指摘しています。ファンたちはこれからの出来事に期待と興奮を抱えつつ、彼らのお気に入りのアーティストたちがどのような選択をするのか、続報に耳を傾けることになりそうです。